アレクサンドル・アンドレービチ・ペトロフは、アトラクション制圧、魔界探偵、ゴーゴリシリーズで知られる、ロシアの俳優。アレクサンドル・ペトロフは、ロシアソビエト連邦社会主義共和国ヤロスラブリ州、ペレスラブリザレスキーで生まれた。幼少期からサッカーを好み、9歳の時に地元のサッカークラブのジュニアクラスに加入が認められる。15歳になるとサッカーの才能が認められ、モスクワでのトレーニングに招待される。モスクワに向かう準備をしていた最中、夏の練習中にレンガの山が崩壊する事故にあって大怪我を負った。この事故による重度の脳震盪のため医者からスポーツを禁じられた。卒業後はロシア科学アカデミーのプログラムシステム研究所にあるペレスラブリ大学の経済学科に入った。しかしすぐに自分には向いていないと感じ KVN という学生団体に参加し劇場でパフォーマンスを始めた。演劇祭の間ペトロフはロシア演劇アカデミーのマスタークラスに参加し2008年に大学を退学後はモスクワへと向かい、エル・キーフェッツの演出クラスのワークショップに参加するためギティスになんとか入ることができた。2012年から2013年にかけて、アレクサンドルはモスクワ劇場、エセテラに出演した。その後、彼はアレクサンドル・カリャーギンからモスクワ劇場、エトセテラの一座への誘いを受けた。ロバート・スタルアが監督を務め、W・シェイクスピアの劇、ベニスの商人が原作の劇でシャイロック役にあたるグラッツィアーノを演じた。2013年にオレグ・メンシコフが代表を務めるエルモロワ劇場の劇団へ入団が認められ、バレリー・サルキソフが監督したシェイクスピアの悲劇、ハムレットを演じた。2010年にテレビドラマ、Voicesに出演しデビュー。2012年に連続ドラマ、While the fern is blooming で主要キャストを演じる。2015年にはスレダのアレクサンドル・ツェカロがプロデューサーを務めた犯罪ドラマシリーズ The Method で警察官ジェーニャの補佐役を演じた。同年には同じ制作会社による連続ドラマ Fartsa にも主役として出演した。このドラマはFartsovkaというソビエト時代に外国人から物資や貨幣を違法に習得することを表し、作家志望のアンドレイ・トロフィモフを演じた。2017年、スレダ制作の映画、魔界探偵、ゴーゴリ暗黒の騎士と生贄の美女たちに出演した。このホラーファンタジー映画は、短編集、リカーニカキンゴーヤワを原案としており、アレクサンドル・ペトロフは、作者のニコライ・ゴーゴリを演じている。アレクサンドル・ペトロフは災害をテーマとしたヒョードル・ボンダルチュク監督のアトラクション制圧でも主要キャストの一人を演じている。映画の内容は都市の向こうに未確認飛行物体が現れ、市民の安全のためその物体を迎撃することに。飛行物体が墜落すると専門家が不気味な生物を発見する。2018年にはフィギュアスケートをテーマとしたミュージカルロマンティックドラマ。アイスに出演している。また、アカデミー賞の外国語映画賞を受賞したニキータ・ミハルコフが制作を務めた2019年公開の T-34 レジェンド・オブ・ウォーにも出演。第二次世界大戦中にナチス・ドイツ軍の捕虜となったソ連の新米士官である主人公ニコライ・イブシュキンを演じている。映画の情報やデータベースがあるKinopoiskによると、アレクサンドル・ペトロフは2017年の最も有名なロシア人俳優として紹介されていた。ありがとうございます。